そうかなと思ったんですけども、なんせね、もう部品がないので、普通にね、ボディ色をね、白だったら白の 3M のロッカーガード、8949のクリームですね、色は。まあ、これ、部品がこれ2つ出てるんで、ここのね、またここでこう段下がって、上でまたこうつながね、上でつながって、もう一回ね、エアブローしていきます。乾いちゃいます。これでいいでしょう。で、これね、色ね、色はね、よいしょ。部品紙。こういう感じでね、優しくね。ただ今の近代の今ね、これ丸なんで、このままね、こう立てて、ここからまたね、ちょっと定規当ててね、いいところでこう削ってるんですけども、普通はね、しっかりしてて、別にね、なんか金属っぽいようなね、で作り方のね、製法とかちょっと詳しくわからない、安心するんですけども、ここのね、でよく、ここはね、では、今回はですね、錆びてるところとかは少なくてしっかりしてるんで、このままつけます。で、これをね、320番相当の使っていきます。ね、やってみてください。私のね、動画でなるべく深く入らないようにいきます。これもね、ギリギリ。でも、これで上もね、なんかのよ使ってます。こういうね、足だけでね、するんですね。そうするとね、途方、こういうふうに足が入ってますよね。こうマジックテープにこう足がきます。あるような段差だとちょっとね、微妙なをね、ガンガン出すんで、これでね、飛んでみ、力はね、かなり高いですよね、やつなんですけど、これね、シングルのこれに比べたら、黒に限ってはね、拭き取りムラが出ちゃうんで、塗装塗る前にね、どんな感じか、紙振って、これでね、ないとわからないところがあるんで。どうにかなると思うんですけども、このね、滅してるし、ウインカー、キャップボロとかなんかをかで、あと、このね、艶消し、これ使っていきます。でもね、滑りやすいので、この、おそらくこれは、下が、ボルト台がね、結構ね、にね、まあ、これが、まんまとか、そういう、いいと思います。ああ、それでもね、微妙に当たっ、ではですけども、もう一個、ああ、これは多分。これは落ちますけども、大元のサビの進行をね、遅らせる処理が